はいどうもこんにちは電磁気学の問題を扱っていますがもう終盤に入ってきました今回からは電磁誘導に入っていきたいなと思いますただ電磁誘導すごく難しい内容になりますので最初は簡単な問題を扱っていきたいなと思います大阪大学で出題された問題になりますが非常に基本から聞いた問題になってます一つずつ確かめて一緒に頑張っていきましょう はいそれではやっていきましょういつものように問題は概要欄にリンクを貼っていますので一度問題を解いてからまたこの動画に戻ってきてください。はいそれではね早速問題やっていきたいなと思うんですがまずコイルがあるんですよね。でコイルの最初スイッチは開いた状態で上の領域ですね Z が正の領域においては磁場がかかってないですね Z が負の領域では向こう向きですねホワイトボードに向かっていく方向に磁束密度 B の強さの磁場がかかっているというところなんですね。 じゃあ今入っっててきまましした。た。速さ V になっていましたこの時この動線部分ですね QR の動線部分にプラスの電荷があったとしてこのプラスの電荷が受ける力の向き磁場から受ける力の向きを考えてあげましょうというところですね。まですね。本来ならねキャリアが充電子になってますから充電子が受ける力で考えるんですがこの問題はなぜかまあプラスになっているということですね、はい。じゃあプラスの電気が今下向きに運動していますよね。 QR が今下向きに落下してますから下向きに落ちてますのでプラスの電気も下向きに運動してるとじゃあ無理やりですねそこから電流の向きを定義してあげるとプラスが下向きに運動してるのであれば電流はプラスの流れで考えることができますから電流の向きが下向きですねはいなので左手の法則を使ってあげると中指が下向きかかってる磁場の向きが向こう向きですよね人差し指が向こう向きになりますから親指がどっち向いてるかっていうと右向いてますから 右向き Q から R の方向にローレンツ力を受けてるということでしたねはいよろしいですかね確認していきましょうまずローレンツ力の大きさは公式でしたね BQV ブクブから計算できて b かけ× q る v そのままですねあとはローレンツ力の向きについては左手の法則でやりましたねちょうど親指が右向いてましたから Q から R の方向ですよということが分かりましたはいでは問2番いきましょう じゃあこのプラスの電荷静電荷が右向きの力を受けることによってこっちですね右にプラスの電荷がたまってそして左側がプラスがなくなってくるわけですから0の状態からプラスがなくなってマイナスに帯電していきますよとそれによって電波ができるということだったんですね。ははいじゃあ電電ののの向向ききどっちかかか大丈夫でですかねとプラス1クーロンが受ける力のことでしたから 真ん中にプラスを置いてあげると右側のプラスから積力を受けて左向きに左側のマイナスから引力を受けて左向きですから左向きの力を受けるってことは電波が左向きってことですねなので電波の強さを左向きにい、e、いとしておきましょう、はい、で問題文にも書かれていますがこの電波から力を受けるんですよね電波から受ける力とローレンツ力が最終的に力が打ち消し合ってゼロになっている釣り合っているという話だったんですね。 じゃあ電波が左向きに E だとしたらこのプラスの電荷ってのはどっち向きに力を受けてるかっていうともちろん左向きなんですけどもその大きさがいくらになってるかというと電波ってのは1クーロンが受ける力ですから9クーロンだったら9倍の力を受けますから QE っていう力を受けるんですねはいなので左向きに QE っていう力を受けるようになるとはいではあとは力の釣り合いですね QE とローレンツ力が打ち消し合って0になってるということから電波 E の強さが B×V っていうふうに計算できるということですね あとはこの QR 間の電圧を求めましょうということなんですが今一様な電場ができているので一様な電話の場合は V=ED という関係式が使えたんですね。はいよろしいですかね V=ED 使ってあげるとここからここまでの長さが D になってますから b v かける d で BVD っていうふうに出てくるということなんですね。 はい、では3番やっていきましょう3番はここからですね落下し始めていくんですけど重落下し始めるんですけども時間 T 秒経った時のこのコイルの速さを求めていきましょうということなんですねで、コイルに働く力を考えていってほしいんですが もちろん重力が働いているわけですね。重力が働いてますから MG という力を受けていて他に力が働いてるかというとまず思いつくのは何かというと電磁力受けるんじゃないかというふうに考える人もいると思うんですけども電磁力っていうのは電流が流れて初めて受ける力なんですね BIL っていうのは電流が流れて初めて受ける力です。じゃあ今回路にこれスイッチ切ってるんですよね。 なのでここで誘導起電力 BVD が生じたとしても書いておきましょうか右がプラス左がマイナスの誘導起電力 BVD が生じたとしても回路ができていない以上電流は流れないんですよねなので働く力っていうのが重力だけになってるんです はい、よろしいですかね。なので重力だけが働いている運動なので加速度いくらになっているかっていうと運動方程式わざわざ立ててくれてもいいんですが MA=MG イコール M G 要するに加速度が G の単なる落下運動ですね、はい。では加速度 G の落下運動で時間 T 秒の時の速さを求めていきましょうということですから V=V0+++ イコール v 0プラス AT 参考式を使って求めていきましょうはいよろしいですかね初速度が0で加速度が G そして時間 T 秒の時ですから g t とすぐ出てきますね非常に簡単にシンプルに計算できる問題になってましたはいそれでは後半の問題やっていきましょう後半はスイッチを閉じたんですねスイッチを閉じた時で考えていきましょうとで落下していって速さが V になった時この時回路に流れる電流ですねスイッチ閉じてますか回路に電流流れますかその強さを求めていきましょうということですね で基本的にはさっきと一緒ですよね。生じる誘導起電力についてはこの胴体棒に生じる誘導起電力は速さ V の時は同じようにして考えることができますから結局は右側がプラスで誘導起電力が BVD の電池がここに出来上がってくる誘導起電力がここに生じるということなんですね。はい、いよろしいですかね。 なので今回は電池が1個だけになってますから電流向きはすぐ特定できますよね反時計回りの電流が流れてますよとじゃあこの電流強さを i としてあげてキ切りホクの第二法則閉回路についての電位の関係式を立てていくだけですねじゃあここから見ていきましょうかまずマイナスからプラスですから電位が上がりましたね BVD 上がりましたはい次抵抗を通ってあげると電流が流れる方向に対して電位が下がっていくんですよね 電流の流れる方向が左向き、閉会の向きも同じ向きですから、電位が下がっていて、いくら電位が下がるかというと、オームの法則から電圧は IR ですからね。なんで IR 下がりますよと。 なので BVD 上ががっってて IR 下がって元通り0になるとというところですねはいでではは番いきましょうではこの電流が流れますよね磁場中に電流が流れたら電磁力電流が磁場から力を受けるんですよねその力の向きを調べてあげましょうというところですねさあ今回電磁力を受ける場所っていうのはどこになってるかというとまずこの部分ですねこの部分そしてこの部分この部分ですね 磁場場中を電流が流がれてる場所ですかねこの3つの部分になってますよとはいじゃあこっち左側見ていきましょうか電流の向きが下向きですよね下向き磁場の向きが向こう向きですよねなので右向きの力になってますはいじゃあ右側見ていきましょう電流の向きが上向き磁場の向きが向こう向きになってますから親指左向いてますよねなのでこっちが受ける力が右向きこっちが受ける力が左向きですからこれ相殺されてるんですね電流の値が一緒で長さも一緒で BIL 一緒になってますから 相殺されるのでこの左右の辺が受ける力っていうのは相殺されて0になってるとじゃあ残ってくるのはこの下の辺だけですね辺 QR だけに向いてあげましょうとはいじゃあ電流の向きが半時計回りですから右向きですよね磁場の向きが向こう向きですよね親指上向いてますから上向きの力を受けているそれが電磁力になっているということなんですねはいよろしいですかねなので上向きですねまず向きは上向きで大きさは BID I は先ほど求めた値になっているということですね はい、では確認していきましょう。老齢強くですね、ちっちゃな粒子が受ける力っていうのは BQV でしたね。それに対して導線に流れる電流とかが受ける力っていうのは BIL でしたね。はい、ただ、i ですね、i の値が括弧4番で求めた値をしっかり代入するということを忘れずにしてあげると、まあ、このように計算できるということでした。そしてて向きについては 電流と地盤の面から確認していきましたが、上向いてるということで上向きになっているということでしたね。はい、では六番やっていきましょう。六番はこの後ですね、やがて速さが一定になっていきましたよと、で速さが一定になった時のその値を求めていきましょうということなんですが。 今回ねどんな力が働いているかというと重力が働いているの忘れてないですか大丈夫ですかね重力が下向きに働いているのプラス電磁力が BID で上向きに働いていてるととうことなんですねはいなので最初は速さがね大きくはないですから電磁力の値がちっちゃくなりますよね電磁力が速さ v に比例していますから速さが小さい時は電磁力が小さいですよとなので重力の方が大きいので下向きにどん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 速くなっていくんですね。 ただ下向きにどん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 速くなっていくと速さが大きくなると電磁力が大きくなりますからねだん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 電磁力が大きくなって重力と同じ大きさになった時にもうそれ以上加速しなくなるんですよねなのでちょうど力が打ち消し合って0になる時に加速度が0となってそれ以上速くならなくなるということなんですねなので力が0力が釣り合った時が速さは一定だっていうことを考えて見ていきましょうはいよろしいですかね力力。の釣り合いですね。電磁力 BID ここでの値ですよねこの値と下向きの重力が打ち消し当て0同じ値になるということから一点になった時の速さ v0 がこのように計算できるということですね。はいそれではここでですね多分ここら辺でですね速さが v0 で一定になったんですね。 で一定になった後またさらに落ち続けてこの状態になりましたとこの状態が時刻 t0 秒の時なんですね。でそこからですね時間がいくらか経って時間 t 秒になった時に速さがいくらになってますかっていうのが8番の問題で7番でよね速さがどんどん速くなるとか遅くなるとかどうなりますかってことを言ってるんですね。 さあ今回ですねこのあと速さがどうなるかっていうと一旦ね重力と電磁力が釣り合ってですね速さがそれ以上速くならなくなっていっての速さで運動し始めていくとこなんですがその後全部すっぽり入っちゃうんですね。すっぽり入ってしまうとどうなるかっていうことなんですけどもまず誘導起電力ね今回は動体棒に生じる誘導起電力を考えていってるんですよね。 もしこれをファラデーの法則を使って考える人がいたのであればその人は簡単に解けるんですよね。ファラデーの法則を使って考えてあげると時速の変化ですよね。時速の変化がないですよね。時速密度時速が貫く面積。 時速密度をかける時速が貫く面積共に面積がコイルの面積になってますから時速変わってないんですよねだから時速の変化がない以上誘導起電力がゼロになっちゃいますよと。誘導起電力がゼロになっているということはあここに流れた電流がなくなってる要するに電磁力がなくなっちゃうということが分かってくると思うんですが今回ねずっと この胴体棒に生じる誘導起電力で考えてますからなかなかその発想に至ったかどうかっていうのがわからないんですけどもまあ、今回もね胴体棒に生じる誘導起電力を使って考えてくれたら全然できる話になっていきます胴体棒に誘導起電力が生じる時っていうのはどういう時かというと胴体棒が磁場中を横切った時なんですねなのでこの胴体棒が磁場を横切っているので誘導起電力が生じていてその大きさが BVD で右がプラスになってるんですよと、だからここ同じように誘導起電力生じてるんですよね。はい。でここだけではないんですよね。もう一つ磁場を横切ってるのはどこかというとこの部分ですね。この部分の胴体棒も磁場を横切っていますから、しかも同じ長さになっていますから、同じ大きさの誘導起電力が生じて胴体棒が下に落ちたら右にプラス。 胴体棒がが下に落ちてこのの磁場の向きだったら右がプラス同じ条件になってますからね。なので右がプラスの誘導起電力が生じてるんですね。はいよろしいですかね。あとこの横の棒は磁場を横切ってるとは言えないんですね。この胴体棒が磁場を横切ってる時の長さに相当する部分がここなんですよね。ここの胴体棒はまあ横切ってると言えるかもしれませんが、その横切ってる長さってこの部分になるので、ね、この部分になっちゃうので、ほぼ0ですよね。なので誘導起電力、ここは0になってきますと。なののでこの 回路で見たときに回路に生じる誘導起電力は BVD-BVD で0になってますよね。なので電流流れるはずがないんですよね。はいでは電流が流れない以上、ここと同じ問題ですね。働く力が、電磁力働かないですかね。電流が0ですから。重力だけになってますから、どんどん速くなるということなんですね。はいでは過去8番やっていきましょう。過去8番は時間 T 秒の時のこのコイルの速さを求めていきましょうと。で V0 使ってくれていいですよということなんですが、 この途中でですね、速さ V0 で一定になってそこからはずっと電磁力重力が打ち消しちゃって0のままこの状態まで来ますからこの状態になるまで速さが一定なんですね。なのでちょうどこの状態上の辺がこの磁場の領域ですかねこの境界線に来た時にはちょうど速さが V0 のままになってますよと。 はい、でこの直後から電磁力が消えちゃうんですよねここに誘導起電力が生じて回路の誘導起電力がゼロになりますから電流がゼロになるので電磁力がゼロになるので重力だけの落下運動まさしくこれと一緒ですよね。なのでここから加速度 G の落下運動になってるんです。 はいじゃあもうここまで言えば分かりますよね初速度が V0 加速度が G の落下運動ですから等加速度運動の3公式を使って計算してあげたらいいということですねはいよろしいですかねここ間違ってないですが GT にしてないですか経過時間ですかね初速度を設定した時間を0秒としてあげますからここの時刻は経過時間 T-T0 になりますかねここしっかり注意してくださいね ははいそれでは最後9番いきましょうすごい計算自体はね簡単なんですが発想がちゃんとそこにたどり着くかどうかそういう訓練ができてるかどうかっていうのを試されてる問題になりますよねさあ今回ね。 この回路がどれだけ暖かくなるか、温度がどう変わっていくかっていうのは比熱が与えられてますから、まあ、そこから考えていきましょうと。もちろん熱を与えられない限り温度は上がらないわけですから、どっから熱が与えられているかというと、この抵抗ですよね。抵抗でジュール熱が発生することによってあ熱が発生したということが出てきますから、じゃジュール熱計算していこうかってことになるんですね。で、ジュール熱を直接計算する方法ってこの式ですよね。 IVT I2 V、RT、T 乗 R, T R 分の、v、の乗 T この3つのこついいいずれかを使ってあげたらいいんですね。あ、じゃあこれでジュール熱計算できるやんかっていうことでじゃあ I2 RT 使おうかっていうことであここで V0 一定になってるからこの値をここに代入してあげることによって電流 I の値がわかるから IR から発生したジュール熱を計算できると思うかもしれませんがそれはあくまでも V0 速さが一定になったあとなんですよね。 もちろんこれ最初は初速度がゼロだったんですね初速度ゼロの状態から MG の方が大きかったわけですから加速度を生じてたわけですね加速度を生じてどん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 速くなっていったわけです。どどどどんどんんどん速くくなっていくってことこは 1>, 1秒あたりに発生するジュール熱っていうのは v の値が変わる。以上 i の値が変わりますから、ジュール熱の値どん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 変わっていくんですね。なので、時間によって発生する単位時間あたりに発生するジュール熱の値が変わってくるので、ジュール熱を計算しようと思ったら積分をしていかなきゃいけないんです。これすっごいしんどい計算になってくるので全くお勧めできません。 ななのでで今回ははそんなことはせずにですね重理熱を直接計算せずに逃げてて考えていきましょうとじゃあ逃げて考えるこれはどうやって考えていくかってことなんですが運動方程式力学で考えてほしいんですが運動方程式を解いて加速度を求めてそこから等加速度の参考式であったりとか単振動を使って考えたりとかしたんですがその枠組みにないやつ加速度が一定ではないとか等加速度動しないとか。 運動が特定できない場合はどうやって考えたかというとエネルギー保存則に逃げて考えていったんですよね。なので複雑な運動になってその場その場での加速度を求めても何もわからなかったらエネルギーに逃げて考えていきましょうとだから今回も一緒ですね発生する重量熱がちゃんと計算できない積分子は出てくるかもしれないけどえげつなくしんどいとじゃあエネルギーに逃げて考えていこうというところなんですね。 はいでは仕事とエネルギーの関係を使って求めていきましょう例えばですね今力学的エネルギーが100あったとしましょうとそれが普通は力学的エネルギーが保存されますからこのコイルが落下した時には力学的エネルギーが100のまんまになるはずなんだけど仮に30になってたとしましょうと100あったものが30になったらその残りの70どこ行ったんやって話になりますよねじゃどこ行ったんやって言ったらここですよね抵抗で発生するジュール熱になっているはずなんですよね なのでこっからいくら力学的エネルギーが減ったのかを考えてもらったらそれが発生したジュール熱になっているはずなんですよね。でジュール熱が発生するのがいつまでかってこともしっかり分かっておいてほしいんです。ここでやりましたがこれ以降はほら誘導起電力コイルに生じる誘導起電力がゼロになるので電流流れなかったんですよね。なのでここに来て以降は電流が流れませんからこっからは 熱発生しないんですよねなのでこことここだけを比較してあげたらいいんですよねはいではそれぞれのエネルギー比較していきましょうまずここここで比べるとこのコイルのこの高さの分だけ高くなってますから mgl っていう位置エネルギーあるんで,すよ、ね、で今ここに来た時には速さが V0 になってるから運動エネルギーがあるんですよね。 はい、なのでもともとあった MgL っていう位置エネルギーがここ基準点にしますか位置エネルギーじゃなくて運動エネルギーだけに変わっていて分の 1MV02 乗に変わったんですねその差額分が発生したジュール熱になってるだろうと、はい、では確認していきましょうもともとあった位置エネルギー MgL が今は分の Mv っていう運動エネルギーだけになっていて100-30が7070 70が ジュール熱になっているってことこですねなので MGL と2分の 1MV ロ2乗の差額がジュール熱になっていてそのジュール熱によってこのコイルを温めていると。で今回は単位質量値の比熱を C というふうに与えられていますので。 普通は一般的にはですね比熱 C っていうのは 1g あたりですよね 1g あたり上げるのに必要な熱量のことを比熱っていうんですけど今回単位質量あたりと言ってるので別にこれは kg のことを意味してるのかなっていうふうにちょっと解釈してあげてですねこれが 1kg あたり。 1>, 1ケルビンあああたりっていうふううにに考えててげげるようにしてあげましまょうなので、まあ、この比熱を C をねグラムあたりっていうふうに考えてあげてここを m×10 の3乗としてあげても、まあ、正解にはしてくれるかなと思いますはいでは今回は単位出るあたりを単位キログラムあたりっていうふうに勝手に解釈してもらってですねそれで解答していきたいなと思いますなので 1kg あたり1ケルビンあたり上げるのに必要な熱量が C ですから mkg で m 倍 温度が T0 から T に上がってますから t t 0ンで T-T0 倍ですよねはい、あとはここから T を計算してあげるだけですねえ整理して計算してあげるとこのように計算できるということですねはい、今回は電磁誘導の比較的優しい問題を扱っていきましたこれから少しずつ難しくなっていきますので一緒に頑張っていきましょうこの動画が良かったなという人はぜひ高評価、いいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございました